皆さんこんにちは、大です。現在私は瀬戸内海に浮かぶ島宮島に来ています。ここ宮島といえば厳島神社なんですが、ちょうど後ろにありますね。この厳島神社、見ていただくと分かるんですが、陸地ではなく海の上に立っています。平安時代の貴族の邸宅、神殿作りでね、海上に浮かんでいる、なかなかすごい場所なんですよね。なぜこの厳島神社が海の上に浮いているかというと、この宮島自体が昔は神が全土に宿っているとされており、宮島の地をね、怪我したり傷つけたりしてはいけないということで、海上に建物が建てられたわけです。いやー、にしてもすごいですよね。海の上に建物が建っているわけですからね、これは本当にすごいです。まあ、そんなことはさておき、今回この動画は青春18切符で乗船、宮島フェリーに乗ってきたということでお届けしていきます。ここ厳島神社のある宮島は本州と海を挟んだ対岸にあります。そのためね、本州とこの宮島を結ぶために JR 西日本宮島フェリーと松台フェリーというね、2社がフェリーを運行しています。それに乗らないとね、宮島に来ることはできないわけなんですが、そのうち JR 西日本宮島フェリーの方に関しては、日本で唯一青春18切符で乗れる船になっています。バスや BRT 電車でしか使えない青春18切符、唯一ね、宮島だけはフェリーに乗ることができるわけです。実際にね、これから本州へ戻るので、青春18切符を使って宮島フェリー乗っていこうと思います。それでは早速宮島桟橋の方へと移動していきましょう。ここ宮島には鹿がいます。鹿といえばね、奈良公園なんですが、この宮島でもね、見ることができます。この中だけでね、もうすでに6匹いるわけですよ。すごいいっぱいいますよね。鹿と松と海を渡るフェリーならでは見られない、ここ宮島だけの景色です。いやー、これは素晴らしいですよね。絵になります。ということで、やってきましたフェリー乗り場である宮島桟橋です。いやー、もうね、この建物自体がなんか神社みたいな感じがしますよね。早速中へと入ってみましょう。宮島桟橋の建物の中に入ると、右側に松台汽船の乗り場、左側に JR 西日本宮島フェリーの乗り場があります。今回私は青春18切符でね、乗っていくということで、こちらの左側、 JR 西日本宮島フェリーです。 JR 西日本系列ということで、切符売り場の運賃表には宮島口接続で連絡切符が買えるようになっています。運賃表もね、しっかり宮島口までの180円プラス旅客運賃になっているわけです。この券売機でね、買えるんですよね。またこちらが宮島桟橋から出るフェリーの時刻表です。早朝の時間と深夜の時間帯を除き、だいたい15分間隔で運行されているんですね。次の船は宮島口行き、10時10分発です。こちらにね、改札口があるわけなんですが、左側に書いてある通り、乗船口、改札は5分前となっています。こちらが今回使用する青春18切符です。見てもらって分かる通り、1回目から5回目まだ一切入居が入ってない未使用状態です。行きはね、片道乗車券でやってきたわけなんですが、帰りは青春18切符を使っていこうと思います。でこのね、宮島桟橋からね、青春18切符を使用開始する場合どうなるのかっていうのをちょっとね、今回は試してみようと思います。関東だとね、私鉄から JR に乗り継ぐと私鉄入居が入ったりするわけなんですが、ここはどうなるんですかね。宮島の入居が入るのかちょっと楽しみなところです。すいません、青春18切符をここから使いたいんですけど、ここで入居ってもらえるんですかね。ここがね、入居がないので、はい、このまま乗っていただいて、はい、電車の駅の方で。わかりました、はい、はい、じゃあこのまま取ってください。ありがとうございます。ということですね、入居員がないらしく、青春18切符ここから使用し始める場合は、おそらく電車で乗るであろう宮島口から入居をもらうという感じになっています。
いや宮島のね入居をもらえると思ったんですが、ないとはちょっと残念ですね。改札口からずっと歩いてきて乗船口にやってきました。こちらが乗船する七浦丸ですね。10時10分発の七浦丸宮島口行きです。早速ね乗船していきましょう。乗船すると2階行く階段と多目的室1階行く場所があります。それではまず1階の方行ってみましょう。こちらが1階多目的室ですね。ソファーに座って海の様子を見ることができるみたいです。多目的室を抜けると右側にお手洗いがついています。この船っていうのはですね、前後ろ関係なく進むことができます。だからね、こちら側にも階段があるわけです。じゃあこの階段を登って2階へ行ってみましょう。2階にもね客室があります。客室は脇から入るんですが、その客室横にはですねベンチが置いてあります。救命胴衣もねここには入っているわけです。しっかり書いてありますね。2階の客室内に入るとこんな感じです。中央を通路に左側が前を向いた席、右側も前を向いた席になっています。 JR でいう集団見合い式の客、集団離反式座席になっているわけです。そして続いて3階展望デッキです。展望デッキはこんな感じ、木のベンチと自動販売機が置いてあるくらいですね。ただこの高さから見る景色っていうのは最高かもしれませんね。ここまで上がってくる価値はあるかもしれません。10時10分、今ゆっくりと七浦丸が宮島桟橋を出港していきます。現在一番前の席に座っているんですが、一番前の景色というのはねこういう感じになっています。暖かいね客室内で席に座りながらね展望の様子を楽しめる、これは素晴らしいですよね。わざわざ3階の展望デッキに行かなくてもいいかもしれません。また2階の客室にはディスプレイがありますが、船の現在地をねこのディスプレイで見ることができます。実際に船動いてますからね。で宮島の発車時刻と宮島口到着時刻も書いてありますね。だいたい10分ぐらいで行くみたいです。もうすぐ着きます。まもなく桟橋に到着いたします。着船の時に船が桟橋に強く当たることがございますので、席にお座りいただくか手すりをお持ちくださいますようお願いいたします。安全のため車から先に下船していただきますので、車を運転される方は早めに車へお戻りください。本日はご乗船ありがとうございました。10時20分、七浦丸は
宮島口の桟橋に到着しました。着岸すると渡り板がね降下していきます。これでね下船できるようになったわけです。まずね着岸して下船する順番というのがまず車からなんですよね。車が出てから乗客徒歩客が降りるという感じになっています。それでは下船しましょう。それでは下船します。下船したらね車はまっすぐ進んでいくわけなんですが、徒歩客というのは右に進んでいきます。出口へとやってきました。宮島桟橋と違いこちらには改札口がないですね。青春18切符はそのまま持ったまま通り抜けられるみたいです。ということで宮島口旅客ターミナル外へとやってきました。青春18切符で宮島フェリー乗ってきた動画いかがだったでしょうか。普段は電車や機動車 BRT でしか利用できない青春18切符をフェリーで使える唯一の場所ですので、ぜひね青春18切符期間中広島に来る機会があれば青春18切符を使って宮島フェリー乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はこれおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。